おはようございます。ゆっくりです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。前回に引き続きですね、前回はまあカメラの、ね、初期設定についてお話をさせていただいたと思うんですけども、まあ、なんかちょっと分かんないこととかあったらね、ぜひもコメントとかにね載せていただければなるだけ返信していきたいと思いますんで、よかったらコメントの方なんか書いてください。感想とかでも全然いいんでね。はい、そういうわけでですね、今日はもう早口パパパって喋らないとね、もう話がめちゃくちゃ長くて動画の尺が長くなっちゃうからね、こうバーって話しますけども、まあ、分かりやすいようになるだけ心がけていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。では今日もよし、チンクルホイ。はい、というわけでですね、今回紹介するのはですね、このモード、前回初期設定について話したので、プログラムオートとか、シャッタースピード優先とか絞り優先、あとはマニュアルについてちょっと話していこうかなと思います。プログラムオートっていうのは、基本的にカメラがですね、オートで、シャッタースピードとか絞りとかを決めていくんですけども、そもそも絞りとか感度とかシャッタースピードって何のことやって話なんですけども、まあ、要はまずね、シャッタースピード、シャッタースピードっていうのはですね、まあ、カメラの、シャッターって基本的にこう撮ってやるとパシャってなるじゃないですか。で、シャッターが降りて、でその間に光をバーって取り込んで、でそしてパタって上がって、それで1枚の絵が完成するんですけども、シャッタースピードが速くなればなるほどめちゃくちゃ速いものをピッて止めることができるんですよ。例えばですね、滝の写真とか見ると、じゃあこういうのですね、あとはなんかこう水しぶきがねピッて止まってるような写真とか、こういうのをねシャッタースピードでね制御することができるんですよ。シャッタースピードを、遅くすればするほど、さっきのこの滝みたいにいろいろ水がバーって流れてるんですけど、それを流して撮ることができるんですよ。うん、それがねカメラのすごいとこなんですよね。シャッタースピードを自分で変えられるっていう、時間を操ることができるんですよ。はい、まあ、あとはそのシャッタースピードを変えることによって何が変わるかっていうと、シャッタースピードっていうのは要はシャッターが降りて、その間光をバーって取り込んでるんですよ、カメラの中に。うん、だからシャッタースピードが遅ければ遅いほど光をバーって取り込むんで明るい写真になるんですよ。でシャッタースピードが速ければ速いほど、暗い写真になるんですよ。ピッてこの一瞬カメラがパッて開いた時に光がいっぱい入れば入るほど明るくなるけど、その時間が早ければ早いほど、光がそんな取り込まれないってことだから、写真としては暗い写真になっちゃうんですよ。そこら辺注意してもらった方がいい点ですよね。そのシャッタースピードで制御できるものは、その動きを止めるってものと、あとはその光を取り込むっていう量ですね、そこは変わるんですよ。はい、これがシャッタースピードについてのお話で、シャッタースピードをね、その速くしたら、まあ、どういうものを撮るかっていうと、例えばもう子供とか、あとは動きの速い車とか、そういったものを撮るときには、このシャッタースピード優先モードとかで、コントロールすればいいと思います。はい、で次に絞り。絞りっていうのは何かっていうと、カメラっていうのは、そのレンズに羽って言ってる、もう絞り羽っていうのがついてるんですよ。でその絞り羽っていうのを、どんどん開けていったりとか狭くするんですよね。でそれによって何ができるかっていうと、まあ、一眼レフ独特のボケのある写真を撮ったりとか、めちゃくちゃピントが前面から奥までめっちゃ合ってるパンフォーカスっていうんですけど、でそういった写真を撮ることができます。そういうのを制御するのがこの絞り優先モード、もっといいこの絞りってものの意味ですね。でこの絞りを変えると何ができるかっていうと、先ほど言った通り、あのボケのある写真とか、あとボケない写真、こういう風にできるプラス、また光が関係していきます。基本的にカメラっていうのは、その光をどう取り込んでいくかとか、いわゆる露出ですね、光のことを露出っていうんですけども、その露出を、コントロールしていくっていうのがこの一眼レフ、まあすごいところなんですよ。で具体的にじゃあその絞りを変えることによって何ができるかっていうと、開放っていうのは要はこの先ほど絞り羽っていう中になんか
よこんなね、見てもらえると分かるんですけど、カメラっていうのはこの中に絞り羽っていうものがあって、それを開ける閉めるってさっき言ったじゃないですか。で、開ければ開けるほど、つまり開放、F 値が小さくなればなるほどボケる写真になるけども、その分、入り口の方を広くしているわけで、なんで、光がめちゃくちゃ入ってきやすくなるんですよ。要は光の入り口をでかくすればするほど、 F 値を下げれば下げるほど、光がめちゃくちゃ入っていることになるので明るい写真になるんですよ。で、逆に F 値を絞る、つまり F 値をどん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 上げていく、11とかそこまで上げていくと、ボケない写真になって、なおかつ、ピントがめちゃくちゃ合ってる写真、パンフォーカスの写真になってるってことと、絞りを閉めてるってことなんで、入り口が狭くなるんですよ。入り口が狭くなるとどうなるかっていうと、光が入ってくる量が少なくなってくるので暗い写真になるんですよ。まあ、暗いといってもそのめちゃくちゃ明るい外で撮影すればまた話は別ですけども、はい、そういったね、意味がこの絞りとショッタースピードにはあります。じゃあ、こうやって解放、つまりぼかしても撮りたいし、被写体を止めても撮りたいよっていう、そういう時には何を使うかっていうと、マニュアルモードなんですよ、ね。最初ね、いろいろととっつきづらいかなと思うので、まあ、全然この絞り優先モードとか、あとシャッタースピード優先モードとか、あとはプログラムモードとか全然使ってもいいと思うんですけども、こういったものをね、統括して、まあ、自分でどう撮るか、その時にはもうマニュアルモードだったらね、全然この2つを自分で設定することができるんですよ。つまり、シャッタースピードも自分で制御できる、つまり被写体の速さ、ね、コントロールしたりとか、あとはそのボケ具合とかを調整したりとか、そういうのができるのがこのマニュアルモードになります。基本的に、絞り優先モードとシャッタースピード優先モードで撮れる写真はマニュアルモードで撮れます。ただそこはケースバイケースで、例えばね、人とかね、ポートレート撮るときとかなんかは、全然このね、自分なんかはね、絞り優先モードって便利だなって思うんですよね。はい、というのも、例えばね、その人間ってね、そんな、じゃあ例えばこうポーズを撮るじゃないですか。ポーズをこうやって撮って、でそこで、まあ、撮るわけですけど、動かないわけじゃないですか、別に。まあ、よく動く被写体をね、こうパラパラ撮るんだったらまた別ですけども、まあ、そんなに動かないんであれば、全然この絞り優先モードで撮ってもらって、で、別に、ね、シャッタースピードなんかどうでもいいじゃないですけど、そういったものをね、また必要になるんじゃないかなって思います。必要というか、まあ、シャッタースピードをね、そこまで意識しないで撮ることによって、シャッターチャンスをね、逃さない。例えばね、マニュアルモードで撮って、めちゃくちゃいい絵が撮れたと思って見てみたらめちゃくちゃ暗かったとか、めちゃくちゃ白飛びしてたとか、そういうのになるとね、困るというか、せっかくね、いい一枚が撮れたのにっていうこともなりかねないので、ケースバイケースでね、絞り優先とかね、使ってもらうのもいいかなと思うんですよ。はい、マニュアルモードっていうのは絞りとシャッタースピードを自分で変えることができます。で、感度ですね、感度で、ISO 感度ってのがカメラにはまた存在しまして、こちら ISO 感度ってのは、まあ、何かって言いますと、要は明るさをコントロールするものになっております。これで説明すると分かりやすいかな。 ISO 感度っていうのはこの100からどの数字が上がるにつれて、光に対する感受性が上がっていくんですよ。どういうことかっていうと、光に対して敏感になるってことなんですよ。ISO 感度を100からどんどん上がっていくにつれて、光に対して敏感になるんで、ちょっとの光でもめちゃくちゃそれをカメラが拾ってくれるんですよ。で、逆にそのじゃあもう毎回毎回その ISO 感度を上げればいいんじゃないかってことになるんだけど、そうでもなくて、 ISO 感度を上げるとどうなるかっていうと、確かに光はめちゃくちゃ拾ってくれるんですけども、でその光を拾って、まあ、白飛びとかね、しちゃうんですよね。あまりに光をね、取り込みすぎると、白飛びっていうのは、例えばね、人の顔をバシャって撮った時に顔がね、白くパサッなっちゃったりとか。で、その ISO 感度を上げると、あと何が起こるかっていうと、例えばね、めちゃくちゃ暗い夜景ですよね。夜景で ISO 感度をめちゃくちゃ上げて、 ISO 感度12600とか、上げていくと、
確かにね、その夜の中でちょっとの光を拾ってくれるっていうぐらいだから、めちゃくちゃね、ちゃんと夜景としてね、綺麗に映るんですよ。でもその代わりノイズってのが出るんですよ。ノイズ、要はカメラが光に対して敏感になるので、ISO感度を上げれば上げるほど画面に対してザラザラっていう、そういったねノイズっていうのが出るようになっちゃうんですよ。でも、ISO 感度を上げることのメリットとして、光を、取り込むっていう、またちょっとねシャッタースピードのとかの話になってくるんですけど、シャッタースピードを遅くすればするほど、その分シャッターが空いてる時間が長くなるので、光を取り込むっていうことなんですか。で、夜景とか撮るときにも確かに、シャッタースピードを30秒とか、10秒までもいかなくても10秒とかにするだけでも明るく撮れるんですよ。で、ISO 感度も全然上げずに済むんですけども、手持ちで撮影できるんですよね。はい。で、手持ちで撮影できないから何をするかっていうと、シャッタースピードを稼ぎたいから、 ISO 感度を上げて光に対して敏感にさせておいて、で、シャッタースピードを早く、200分の1とか、そんなのあればそれぐらいにしておいて撮ることができるってことなんです。手持ちで夜景が撮ることができるという感じですね。そのシャッタースピードの話は前後しちゃうんですけども、5秒とか、手持ちでこう写真を撮ると、5秒もこうやったら絶対人間って完璧にこの位置で固定されてるわけじゃないじゃないですか。要は5秒間その絵を撮り続けてるってことなんで、少しでもこうブレちゃうと絵がね、写真がね、もうブレブレの絵になっちゃうんですよ。で、それを防ぐためにシャッタースピードを速くしたいけど、そうすると画面全体が暗くなっちゃうから、ISO 感度で上げてあげて、で、それで撮るっていうことができるんですよ。 ISO 感度を上げると、画面がねノイズでザラザラになっちゃうんで、対応策としては三脚を使うとか、そういう方法があります。はい。そんな感じでね、三脚が使えない時とか、例えばディズニーとかもそうですけど、ディズニー三脚使えないんで ISO 感度をガン上げにして撮ってやるっていう、そういった方法があります。はい。チンクルホイ。そうですね、こんな感じでですね、絞りとシャッタースピードと感度もバーッとね説明していって、なんか説明してないことがありそうな気がしますけど、そんな感じで説明しました。はい。あとはですね、今後もね、いろいろとこうやって絞りシャッタースピード感度だけじゃなくて、その撮影に関することもぼちぼちお話しできればなと思います。こういったものがね、自分の備忘録にもなるのでね、いろいろと話していければなと思います。今後もね、いろいろと、カメラ機材の話もそうですけども、こういったカメラの撮影方法とかもいろいろと話せればと思いますので、よかったら高評価とチャンネル登録お願いいたします。はい。またインスタとかにもね、写真とかも載っけてたりとかしますので、そちらも見ていただけたらと思います。はい。というわけでですね、駆け足になりましたけども、今後もね、いろいろ動画を上げていきたいと思いますので、では皆さん、また明日も良い一日を。バイビー。